仮装開始15分から30分。仮装を始めて15分を過ぎたあたり、このあたりで棺がまずもろもろもろっとなくなっていくと、そして中のご遺体が姿を現してきます。その時ご遺体というのはほとんど全身真っ黒、ただ真っ黒といっても乾いている真っ黒ではありません。かなり体液とか血液がにじみ出ていて、まあ一見するとかなり湿っている真っ黒な状態というのが、まあ、実際のリアルな、見た時の感想です。で、この15分から30分の間というのは結構、仮装場職員的には忙しい時間帯になります。よくですね、まあ、僕がその仮装場職員だった頃、まあ、今も聞かれるんですけれども、あれ仮装中って何してんのと、こうよく聞かれるんですよね。まあ、要はイメージとしてはその、まあ、火をつけました、火がつきました、でそして仮装が始まりました、その間何してるのっていうふうに聞かれるんですよ。要は何もしてないと思われるんですけども、実はですねかなり、手を加えております。まあ手を加えているというか何もしなくてもいい時もあるんですけれども、かなり調節してあげないといけないようなことがあります。でこの15分から30分の間にですね、まず一つの大きな、出来事がありまして、全てのご遺体ではありません、全てがそうなるわけじゃありませんが、一部のご遺体動くことがあります。でこの動くといってもですね、このバタ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 動くっていうわけでは全くありません。ストーブの上のスルメを想像してください。熱せられたそのストーブの上にスルメを置きますよね、スルメイカで。そうするとキューッとこう縮んでいったりしますよね、動きますよね。あれと同じようなイメージです。人間というのはですね、仮装されると自然とゆっくりこうファイティングポーズのような姿勢に向かうと言われています。まあただですね、これも全てのご遺体がそうなるわけではありません。で動くといっても皆さんが必ずファイティングポーズを取るというわけでもありません。ご遺体によってですね、かなり個人差個体差があります。亡くなる直前の状況だとか、ご年齢だとかいろいろなことをこう加味されてですね、かなり動き方が変わってきましてですね、例えばある方でしたら片腕だけがふーっと上がっていくとか、片足がぐーっと上がるとか、もしくは、本当にこの大きい動きでしたら上半身がこうぐーっと上がって起き上がってくるっていうこともですねあります。まあ、実際僕が仮装場職員に、なって1日目ですね、先輩に、まあ、炉裏、その実際に焼いているところ、まあ私もその焼き場とも呼んでましたけれども、その焼き場に連れて行かれて、じゃあちょっと見てみますかって言われて、分かりました、じゃあちょっとはいって言って、まあもちろんね、その見ないと仕事になりませんからね、では見ますということで、その小窓ですねパッと開けてみたらね、上半身が起き上がってたんですよ。びっくりしてね、だからその何やろ、寝てるもんだと思ってたのがね、起き上がって、しかもこう若干こうこっちを若干見てたから、うわーと思ってちょっと後ずさりしてしまったんですけれども、まあそれはなんかわざとね、なんかそういうのを多分見せたんやろうなというふうには思います。まあで、そういうふうにご遺体、かなり動くんですが、ここで、皆さんもしその火葬場に行ってですね、お骨上げを経験された方だったら、こうちょっと記憶を呼び戻していただいて、ああ確かにそうだったなというふうに思うと思うんですが、大切な故人さん亡くなられて、小骨ね、焼いた骨お骨になって出てこられました。出てきた時の故人さんの姿勢どうでした？皆さんだいたい気をつけて綺麗に出てきたと違いますかね。ね、はい。これ矛盾してますよね。こうやって万歳で動いたりとか、こういろいろ動くって言ってるけれども、実際こうやって気をつけて、出てきてるじゃないか、どういうことだということなんですけれども、ここで仮装場職員が登場なんですよね。仮装を始めて15分から30分ぐらいの間にですね、ご遺体が例えば片腕がうーっとこう上がった時、そんな時にですね、デレッキと呼ばれる、まあ、金属製の長い棒があるんですけれども、その棒がだいたい1メートル半ぐらいのものから2メートルぐらいの、まあ、こういろんな長さのものがありましてですね、その鉄の棒を使って
先ほど言いましたこのちっちゃい小窓ですね、これを開けてその鉄の棒をぐーっと中に入れまして、上がってきた腕をこうやって鉄の棒で押してあげます。でまた元の姿勢に戻すと、実はですねご遺体動いた時にそういった棒を使って、なるべく気をつけの姿勢で、火葬できるように火葬場職員がその時間帯ずっと実は見ているんですね。はい、まあもちろん、全然、静かなご遺体もありますから、その場合はまあちょっと見て、あ大丈夫だなと、もう一回見てみよう、あ大丈夫だなっていうふうに、やってるんですけれども、だいたいこの15分から30分の間に、火葬場職員というのは、まあ、ご遺体に対してその出入りであったりとか、もしくは確認作業であったりとか、結構忙しい時間帯になってきます。ということで、今回は火葬を始めて15分から30分くらいの出来事をお伝えしました。ではまた。火葬場チャンネルでは皆様からの質問をコメント欄より募集しております。その質問の中から答えられる範囲でこの番組内で私がお答えさせていただこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。